はい、こんにちは、タンタンです、ちょっとピック出します、今日ご紹介する、ドレッドノートアコスクギターですね、正統派の、エアーズ D、D の07という、機種になります、こちらの方ですね、実際の販売価格、おおむね13万円、お安いところでも11万円ちょっとぐらいからの販売だと思うんですけど、こちらのモデルですね、なんと新古品でメーカーの倉庫を漁ってきましたよということで、当店の得意な方法でゲットいたしました。こちらカントリーもとっても、合うような形の、ギターでございます、サウンドホールは、本物のアバロンパールに、ウッドのですね装飾が施されているような形になってまして、この辺もちょっとシンプルイズベストでなかなかいいなぁなんて思います。トップの、トップサイド、スプルースですね、こちらすみませんね、順番に行きます。スプルースと、サイド&バックですね、これローズウッド、バインディングは全部、ウッドバインディングになってますので、この辺も黙々しい感じで、木の香り、木の好きな方にはおすすめかなと思います。新古品ということで、お客様の手に一度お渡りしているような形の商品じゃなくて、メーカーの方で少しこう寝かされていた商品です。それなので、研磨だとかちょっとこう汚れてたところは私たち、ギターショップタンタンの方で全部、コンディションを調整いたしましたので、新品よりも弾きやすくなっている可能性もありますからね、そんなことも、加味していただきながら、通常チューニング、12フレットで現在 2.2 か3ぐらい、1弦側の方で12フレット上が、1.8 ぐらいなんですね。とっても低くセットしてますんで、弾きやすいと思います。これね、ハードケースが若干傷がついてたりとかしたんですよ。で、そんなもあって特価になりました、こちらのモデルはペグも5層ついてて、そう、さっき言ってたのは塗装のお話で、ボディ全体が、グロスフィニッシュになってて、ネック裏はね、サテンフィニッシュっていうものを採用してるんですよ。サテンフィニッシュっていうのはツルツルこうテカテカしてなくてサラサラしているやつ、やつって言っちゃまずいですね、ネック、サラサラしている感じのネックなので、持った感じの肌触りがとっても居心地がよく、手がこう馴染みやすく、汗かく、私汗かきなんですっていう人とかでも意外と喜んでもらえてるような、ネックなんですね。なのでフィンガーリングでもいいし、結構こう多目的で使えそうな1本というのはこういったギターかなと思います。これちなみにダブテールジョイントしてるので、なかなかその辺も考えられて作られてるところがおすすめかなと思いますね。このアタックした時の当たり方がなんとなく私好きですね。
も好きっていう人も見ていただいている方の中にはいるんじゃないでしょうかね。そんな意味も込めまして、実はねこれともう一本同じ2本ですよこれ販売しますので、もう一個の方もできたら動画ちょっと時間の関係もあるんですけどなるべく撮りたいと思ってますけど、まずはこちらですね、販売の方で動画を撮っております。ちなみにねこの個体は、下の3つシリアルが934だと思います。ちょっと字がね独特で見づらいんですけど、シリアルナンバーが下3桁934の個体がこちらのモデルになりますので、ご購入ご検討の方はこちらの934の番号の方クレアと言ってくれればすぐに販売の方いたしますということで、エアーズもなかなか最近数も減ってきててね、日本流通の方も少なくなってきているような気がするので、この価格帯でこれを試せるっていうことは大変素敵なことというか、タンタンが偉いっていうぐらいの価格で販売いたしますので、ぜひご検討いただければと思います。最後にちょっとこんな感じでヘッドもエアーズのロゴ入ってますね。これとあとネック裏ももう一回見せますね。こういう感じのスタンダードなアコースティックギター、ペグは5等で、バックに、刻印が入っているような感じになってますね。ちょっと見えづらいかな、この辺ですね。そんな感じで、これから販売するこちらのモデル、ぜひ、お問い合わせください。エアーズギターのモデル D の07という機種になりました。ぜひお問い合わせください。タンタンでした。